はい、おはようございます。生体の朝一応の朝です。はい、今日も体重測ります。失礼します。今日の体重は、107.0 です、BMI は 33.0、体脂肪は、32.3 で肥満、内臓脂肪は、17.5 過剰レベルです。はい、体型測ります。今日もよろしくお願いします。昨日の夜中ですね、やっぱ夜中ですね、すごいなんか食べたいっていう欲求がすごい出てきたんですね。焼肉食べたいとか、なんかがっつり食べたいとか、ポテチ食べたいとか。でも最終的に落ち着いたのは、なんか納豆ご飯を食べて卵をかけて食べたいなっていうのに落ち着いたんですけど、納豆すらなかったので、今日はちょっと納豆を買い置きしてですね、納豆たくさん置いとこうかなと。で、納豆ご飯をまあ混ぜ混ぜしてネバネバして食べるっていうのを、ちょっと今日夜もしお腹空いた時はそれでちょっと空腹を満たそうかなと思ってます。あとはお水ですね。最近お水もですね、あの電気用分解水ちょっと自分の、あの部屋に入れたので、まあ、水はどうガブガブ飲むようにしてるので、もうこの水分、体を水分にして、でどんどんダイエットですね、成功させていこうと思ってます。はい、本日もですね、生体の朝24時間営業やっております。ご覧の方お待ちしております。ダイエット生体も、まあ自分はあのダイエット中ですね、あの自分で自分のマッサージを受けられないっていうのが一番寂しいところなんですけども、ぜひ、私のね、体痩せやすい、ダイエット整体ぜひ受けてみてください。よろしくお願いします。では失礼いたします。あ、またあれですね、今内臓整体、あのストレス溜まってきて、あの体の調子が不調に出てきてる、まあ、知りたいとか、もうネガティブ、うまくいってないことが多いとかっていう方はですね、体の精神状態がかなりあの落ち込んでる状態だと体に出やすいですから、あの内臓とかですね、心の問題、ケアの、あと、まあ生殖部、これ全部つながってますので、あのそういったところですね、待つ、あの時間がある方は、あのぜひ、あのまだ元気のうちにですね、あのぜひあの体調をですね、整えに来ていただけるといいかなと思いますので、ぜひお待ちしております。はい、では最後、失礼いたします。よろしくお願いします。